こんにちは、激花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。今日はですね、もう LINE でもすごく質問の多い観葉植物が弱った時の対処法ということでですね、弱った植物もみるみる蘇生、初心者さんにありがちな6つの原因&回復術ということでお届けしたいと思います。6つの原因、そもそも何があるのか。観葉植物ですね、まあ冬場、まあ今2月なんですけど、とっても弱りやすいです。今までの置き場所を変えずに置いといて、順調に育っていたものがいきなり1月2月になって具合が悪くなって、どうしたもんかとびっくりしている方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますので、できればですね、お役立てしていただいて、なんとか、皆さんの観葉植物が元気になっていただければなっていう一心でお話をしていきたいと思います。ちょっとですね、これに関してはお話しすることがそこそこありますので、若干ですね、長めの動画になってしまうかもしれませんが、ぜひですね、見ていただければと思います。あとですね、先にですね、その6つの原因を、お伝えしておきますので、飛ばしながらですね、自分のなんか思いついたその原因のところから見ていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。6つの原因、まずですね、水不足、そして根腐れ、日光不足、気温、害虫、そして根詰まりと、6つ、原因があります。原因がね、分かっていると対処しやすいので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。では1つ目から、水不足、水不足の症状はですね、葉とか茎がこうなんか枯れてきたとか、シワが寄ったっていうことが多いんですけども、実はこれですね、水不足の場合と水の上げすぎの場合と2種類あるんですよ。でね、同じ症状が出ます。同じ症状が出るので、水不足だと思って水をじゃんじゃん上げてたらもっと具合悪くなったっていう方も多いです。そして一番多いのが、水をね、上げなさすぎて悪くなる方っていうのがほとんどいないので、まあ大体8割とか9割ぐらいの方は水の上げすぎっていうところをちょっと疑ってみていただければなっていうふうに思います。まあ6つのね、その原因をお伝えしたんですけど、先にね、複合的な要因っていうのもあるので、そういった場合にはですね、LINE の方でご相談いただければと思います。 LINE の方はですね、概要欄にリンク貼ってありますので、そこから登録してみてください。で、水やりの基本、表面がですね、しっかり乾いたらお水をあげるっていうのが観葉植物の水やりの基本になります。で、ちょっとぐったりしてきたとか、なんか葉っぱの色が悪くなってきたからお水やりの回数を増やしたっていう心当たりのある方は、もう間違いなく水の上げすぎになってきます。そして、このしっかり乾いたらっていうのは、鉢の土のね、表面が乾いてて3、4日経ってから、それが、冬場の水やりですね。夏場はですね、もう本当に乾いたらすぐにあげちゃっていいんですけど、これなんでかっていうと、まずですね、この自分のいる空間の室温ですね。僕も今、まあ冬場撮影をしているので、エアコンかけてますから、ちょっとね、音が入っちゃってるかもしれませんが、室温やっぱり上がりにくいです。寒いですよね。で、特に夜冷えるんですね。で、お水をあげて室温がギューって下がってくると根っこが痛みます。で、それが原因で、葉っぱが枯れてくるとか、茶色くなるとか、黄色くなるとか、落葉するっていうような症状が出てきます。で、ここに関しての質問一番多いので、これに関してはですね、他の動画でも説明してありますので、観葉植物、まあ、パキラの水やりっていうね、動画があるんですけど、そっちをね、参考にしていただけると、トータルで分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。で、水枯れをした時とかの、葉っぱの画像はこっちに出てますので、これをちょっとね、状態を参考に。で、多分こういう状態にはなってない方が多いんじゃないかなと。葉っぱが茶色くなったっていう方が多いと思うんで、これじゃない場合には水のあげすぎっていうふうに思っていただければと思います。で、その場合の回復術なんですけども、水やりの頻度を減らす。これしかないです。水やりを適正に戻すっていうやり方ですね。あと室温を上げる。で、もう一つ、肝心なのはサーキュレーターを回して空気の流れを作るっていう感じです。夜ね、エアコンかけれないんですけどっていう方いらっしゃると思うんですが、どうしてもですね、観葉植物も生き物なんで、これが例えばワンちゃん飼ってるとか猫ちゃん飼ってるって言ったら、エアコンかけっぱなしにするって方結構多いです。
で、うちもですね、事務所にですね、観葉植物いっぱい置いてあるので、エアコンは24時間かけっぱなし、サーキュレーターも24時間回しっぱなしということで、植物のための環境を作っています。ここまでですね、やりたくないっていう方は、まあ、窓際に置いてる場合には窓際から離すとか、そんなような対処をされてるといいんじゃないかなっていうふうに思います。では、二つ目いってみましょう。根腐れですね。水やりをしてもですね、ぐったりしている場合、これですね、水の上げすぎから発展して、根腐れに発展しちゃう場合があるんですよ。で、根っこまで傷み始めると、回復させるのが非常に難しくなってきます。なってくるんですが、回復しないっていうわけではないので、ここから先のお話を、聞いていただければなっていうふうに思います。で、まずですね、この根腐れの起こる原因なんですけど、そもそもですね、水をあげすぎた、なんで根っこが腐るかっていうと、根っこって実は呼吸をしてるんですね。息をしています。なので、水分がある状態、ない状態っていうのを繰り返していくと、呼吸がしっかりとできるんですね。人間みたいに吸って吐いて、吸って吐いてを常にやっているっていうよりも、乾いた時に、根っこが空気に触れることによって空気を取り入れるみたいなことをやっています。植物の方がもうちょっとゆっくりな感じの、まあ相当ゆっくりですけど、相当ゆっくりな呼吸をしているわけです。で、根腐れになったなっていう状態の見極め方なんですけども、パキラとかね、幹がプカプカしてくるとか、まあ、結構これ重症ですね。あとはですね、葉っぱが、枯れ始めた、落ち始めた。この辺サインになってきます。ここにはね、あの幹の、状態が今、画像が映ってるとは思うんですけど、幹が触ったらなんか柔らかいとかプカプカするとか、そんな感じですね。で、根腐れをした場合には、根っこがですね、冷えすぎて傷んで根腐れっていうパターンもありますし、乾きすぎて根腐れっていうパターンもあるんですよ。必ずしも水がずっと使ってる状態っていうわけでもないんですね。まあ極端な状態がずっと続くと根腐れをする。で、根腐れしたものは根を傷まらなきゃいけないので、まあ、一番最初にやるべきは、室温を上げること、サーキュレーターを回すこと。これはさっきも言いましたね。これはもう絶対守ってください。で、夜間の温度下げすぎない。窓から少し離して、冷えすぎないようにするとか、いうことを環境をまず整える。そして、次にやっていただくのは、次のタイミングからお水やりね、乾いてから与えるんですけども、さっきも言った通り、表土が乾いてから3、4日経ってから与えるんですが、与えるときにですね、ぬるま湯を与える。まあ、ぬるいっていうのは、20度とか30度とか35度とか、それぐらいですね。お風呂よりもちょっとぬるいぐらいが、根腐れの時にはいいかなっていうふうに思います。そういった水やりをする。そしてたっぷりあげすぎない。鉢の中に土が入ってますね。で、土が全部水を吸うわけなんですけど、根腐れするってことは根っこ自体が弱って腐っちゃってる状態なので、その根っこの量が減ってます。要は使える根っこが量が減ってるんですね。そうすると水を吸い上げる量が減るわけですよ。ってことは土の乾きも悪くなってきます。なので土の乾きが最近悪いなと思ってる方も、根腐れ疑っていただいて、なので水やりに関しては吸い切れないのでたっぷりあげるんじゃなくて、なんか軽く湿る程度の水やりにちょっと切り替えてあげて冬場を乗り切っていただきたいなっていうふうに思います。あとですね、見分けとしてはですね、土からカビ臭いとかっていうのがあってもおかしくなかったりするので、まあ冬場はね、あんまりカビ出ないんですけど、初夏とか秋とか夏場ですね、ちょっと土が臭いとか小映えが湧いてるっていう場合も、根腐れを疑うのはいいかなっていうふうに思います。ただね、小映えに関しては、有機質の、土を使ってる場合とかでも起こり得ますので、小映えが湧いたら根腐れっていうわけではないので、勘違いをしないようにしてください。で、水やりで対処するっていうのが、まあ一番ベストではあるんですけども、この時期ね、まあ植え替えて対処するってやり方もありますが、植え替えは僕はあんまりおすすめしないで、相当ですね、室温が高い状態で日当たりのいい窓辺でっていう状態であれば植え替えをしてもいいんですけども、悪い根っこ切ってね、また元の鉢に戻すみたいなことをやってもいいんですけど、まあ相当傷むし、室温が低い場合は回復しないでそのまま枯れていくってことが多いんで、もううちはもう相当暖かいと。もう25度ぐらいある夜も25度ぐらいあるみたいな方でしたら、まあ植え替えてもいいですけど、そうじゃない方は、まあなるべくやめていただいて水管理にだけにしといてください。三つ目は日光不足ですね。日照不足とか日光不足とかって言いますけど、症状としては葉っぱの色が悪くなってきた。それからヒョロヒョロしてる。
っていうのは、もう周年日光不足ですね。あんまり日が入らないのよねってお家の場合でもそういうことがありますので、ちょっとね、疑ってみていただければと思います。まあなんか葉っぱの色が悪くなってくるとちょっと元気なさそうに見えるし、あとウンベラータとかこの時期葉っぱが落ちるんで葉っぱが黄色くなったりするんですけど、それは、ね、室温不足。で、ウンベラータに関してはまた別。カラテアとか、寒さに弱い植物、芋系ですね、クワズイモとかも寒さに弱いの苦手だったりするんで、そっち系の植物とかは比較的この日光不足、室温不足みたいなところが多いっていう感じかなっていうふうに思います。で、日光不足のもうそれを対処する、まあ補うっていうことを考えたら、もう日光に当てるしかないわけですよ。なので日当たりのいい窓辺に移動とかね、日当たりのいい窓辺がない場合にはもうできるだけ日が入る場所に移動、もしくは LED のですね、ライトですね、植物育成用のライトが売ってますので、そういったものを使うのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じでですね、日光っていうのはとにかくですね、植物にパワーを与えてくれるようなものになってますので、日光がないとですね、ほぼ全ての植物、まあ人間もそうなんですけど、生きていけないんです。人間もですね、日光に浴びてないとビタミン D、ビタミン D ですね、これを作ることができなくなりますので、ビタミン D って何に使ってるかというと、主にですね、カルシウムの吸収に使ってるんですよ。だからカルシウムだけ取ってもビタミン D がないと、吸収されない。で、ビタミン D っていうのは体内で、作る栄養素の一つだったりもします。こんな感じでですね、やっぱり生き物ってのは太陽の恵みで生きていたりするので非常に大事です。なので植物にも日光大事だよっていうことは覚えておいてください。4つ目はですね、気温、室温ですね。室温の変化によって体調が悪くなってしまった植物の場合です。観葉植物の場合です。室温、気温、この温の変化って結構植物苦手です。そもそもですね、観葉植物っていうのは鉢に植えて、室内で飾っていますけども、じゃあその植物が生きている場所ってどんな場所かって言ったら、熱帯雨林の可能性が非常に高いです。熱帯雨林ですね。要は、気温がですね、冬場でも、まあ、22、3度の温度で、まあ、日当たりのいいところ、日陰になっている場所とか、まあいろいろありますけども、そういったあったかいところの植物を寒いところに持ち込んでいるわけですね。で、体調を崩しやすい時っていうのは、まあ、秋とかですね、まあ、12月ぐらい、東京だと12月ぐらいになって冷えてきて、1月ぐらいに症状が出るみたいなことが多いです。寒くなってきてからいきなり症状が出るってことは少なくて、傷んでからじわ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 こう弱っていって、で、なんかね、こう症状が出るっていうことの方が多いんですよ。ただ、こちらで、育っている人から見た場合には、いきなり症状が出たように見えますので、びっくりしますよね。その手前から、過去遡って、あそこの場所温度どんどん下がってたなとかって思うんだったら、気温、室温不足ですね。これを疑ってみてください。で、回復のさせ方なんですけども、まずですね、場所を移動させるっていうのは非常に大事ですね。例えば玄関に置いてあってすごく寒かった。で、葉っぱ黄色くなっちゃった。なんてことがありましたら、いきなりですね、暖かいところに移すんじゃなくて、3日おきぐらいに徐々に暖かい場所に移していくっていうことの方がいいかなっていうふうに思います。まあ、主にですね、寝室は昼間温度が高いっていうことはあんまりないと思います。リビングも、仕事行ってる方だったら昼間あんまり温度高くないとは思うんですね。夜の方が温度高いかなっていうふうに思うんですよ。なので、まあそういった場所であれば、いきなり温度が上がるっていう感じではないので、いきなりリビングに移してもいいですけど、そうじゃなくて、まあ昔ながらのお家のね、方とか、部屋がたくさんあると思いますので、まずはですね、玄関よりはちょっと暖かいだろうなってところに移してあげて、その後、3日間ぐらいそこに置いて、3日後にまたリビングに移してあげて、暖かくするっていうような感じですかね。で、一番やっちゃいけないのは寒いだろうからってこたつの中に入れるとか、ね、こたつの中に入れていいですかって質問が先日ありましてですね、まあそういった方もいらっしゃるんですね。あとですね、エアコンの風が直撃しないように、まあ乾燥しすぎちゃうんでね、エアコンの風が直撃ってのは良くないです。一番ベストは、まあストーブ。ストーブに、当てるんじゃなくて、ストーブを焚いてる部屋に置くっていうのは結構いいです。あとですね、小さい観葉植物だったら、床にペタッと置くんじゃなくて、高い場所に置くっていうのも非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じでですね、室温を上げていく。そして、あまりに乾燥するようだったら、加湿器をつける。
で、加湿器に関しては、最近ではハイブリッド式とか超音波式とかありますね。で、これですね、湿度が上がりにくいんですよ。なので、スチーム付き、スチーム式、あとは、加熱式ってやつですか、まあ、スチーム式のことですけど、そういった加湿器を使うといいと思います。あと、追加で、室温どれぐらいがいいの ?20 度以上です。最低の室温が18度以上ぐらいあった方がいいですね。マンションなんかだったら結構クリアできるかなっていうふうに思うんですけど、一軒家だと15度、13度、寒い地域だと5度ぐらいになっちゃうお部屋なんかもあると思うんで、その場合にはですね、生き物なんで、何かこうエアコンかけておくとか、できるだけ下がらないような工夫をする。そして、鉢に、毛糸のなんか巻いてあげるとか、あと床暖房ついてる方は床暖の上に置いても非常に生育がいいです。5番目は害虫ですね。害虫もいろいろあるんですけども、観葉植物にですねつきやすい害虫、まずですね葉っぱをチェックしていただいて、こんな症状出てないですかっていうところをちょっとメモってきました。まずですね、虫食いがある。これまあ冬場あんまないかもしれないですけど、夏場とかによくありますね。ネバネバした汁がたくさんついて汚れているとか、細かいクモの巣のようなものがまとわりついているとか、葉っぱに点々点々とかなんか模様ができたとか、あとですね白い綿状のものがついているとか、こういったものですね、つきやすい、害虫、ハダニ、カイガラムシ、この2つですね。ハダニとカイガラムシがつきやすいです。で、ハダニ、カイガラムシの場合は、今言ったような症状が出てきますので、ハダニやカイガラムシを疑っていただければと思います。で、回復方法はもうお薬しかないです。これですね、イモコロです。これですね、何が入ってるかっていうと、まあ 100% 天然素材なんで室内で撒いても大丈夫。1000倍とか500倍に薄めていただいて使っていただくものなんですけども、カイガラムシとかハダニに非常にですね、効果的な、天然気肥剤になります。パパイヤの酵素をですね、思いっきりそこに、抽出しまして、酵素で作っているものになります。で、まあ、どんな効き方をするかっていうと、まあ、ちょっとですね、あんま薬事法に引っかかるんでちょっと言えないんだけども、これ原液を肌につけるとピリピリっとします。タンパク質を溶かすんですね。なんとなく理解をしていただければと思います。今頃。これをですね、ハダニがついた、貝殻虫がついたって言ったらば、まずですね、固く絞ったタオルなんかでこう拭いていただいて、で、1000倍とか500倍に薄めていただいて、シュッ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 。で、これを毎日毎日ですね、1週間ぐらい続けていただくと、しっかりと駆除することができます。まあね、傷がついた葉っぱとかは、その傷が治るわけではないので、傷がついてますけど、まあそもそもハダニとかを駆除できる。貝殻虫がいなくなるっていうようなものになります。で、これですね、予防方法を一つお知らせしておくと、歯水ですね。歯水をですね、定期的に2、3日に1回シュッ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 と、やってあげるっていうのがベストです。ただね、室内でこの歯水シュッ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 やると、意外とですね、これ、床がびちょびちょになる。これどうしたもんかなみたいな感じなんですけども、まあ、細かい葉っぱのものはもう歯水しかないですね。ベンジャミンとかね。本当そうだなっていうふうに思います。大きい葉っぱのものに関してモンステラとか、ウンベラータとか、パキラとか、そういったまあ大きめの葉っぱのものに関しては固く絞ったタオルでまあ表と裏と拭いてあげるっていうのがベストになっていきます。そして最後6つ目、ちょっと長くなってしまいましたけども、6つ目は根詰まりですね。根詰まりの特徴としては、根詰まりして症状が出る場合にはこれもですね、葉っぱが黄色くなったりするんですよ。で、なんか葉先が枯れてきたりとかね、いうことがあるんです。で、症状が今6つお話ししましたけど、害虫以外は大体似通った症状が出るので、どれなんだろうって考えていくところがやっぱりね、この園芸の醍醐味だったりもするんですが、わからないとね、まあそれぞれ特徴がありますんで、動画もう一回見返していただいてですね、チェックしていただきたいんですが、あとはですね、鉢の根鉢といいますか、裏じゃなくて表側に根っこが、細かい根っこが浮いてきた。太い根っこじゃなくてね、細かい根っこが浮いてきたっていうのが根詰まりサインですね。まあ、鉢から抜くとですね、根っこがガーって、まあ、こっちにも映ってますけど、ガーっとこう根が巻いてますので、植え替えをするっていうのが基本なんですけども、これ冬場ですね、植え替えすると、もう本当に具合悪くなりますから、植物のね。僕らの具合じゃなくて植物の具合が悪くなりますから、なるべくですねこの時期には植え替えはしない
だましだまし育てていくっていう感じですかね。で、根詰まりで症状出るのは冬場っていうよりも、やっぱあったかい時期なんですよ。だから冬場にですね、根詰まりの症状出るってことはあんまりないです。葉っぱ黄色くなったりとか。なので、まあ根詰まりはとりあえず除外でも、根詰まりは知っといてほしいんで入れてあるんですけども、これあったかい時期ですね、葉っぱ黄色くなったり、茶色くなったりすることがあります。で、水の乾きが早くなったなとかっていうのも根詰まりのサインだったりしますね。まあ、対処としては、回復術としては、一回り大きい鉢に植える。で、その時に根っこを崩していいんですけど、まあ、ある程度ね、ゴリ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 ってやって根っこをほぐすことも必要なんですけど、これ絶対ね、暑い時と寒い時、絶対やっちゃダメです。これは絶対やっちゃダメ。なので、初夏ですね。秋もできれば避けたりですね、もう初夏だけ。もうこれから暖かくなるよっていう時期だけ、そういう時期だけにやってください。沖縄の方はね、周年やっていただいていいんですけども、本州の方、なるべく、そこだけは守っていただければと思います。ということでですね、回復術6つ説明したんですけども、ちょっと補足でですね、植物が弱った時には、激力剤、もう本当にこれをですね、この時期にたくさんの方が買っていただきまして、本当ありがとうございます。これね、何が入ってるかっていうと、鶏粉です。鶏粉由来の堆肥みたいなものなんですけど、それをですね、超発酵させて液体にしたものなんですけど、これを与えることによって、根っこのですね、発根を促進したりとか、根っこのね、成長を促進したりとか、水の上がりをですね、良くしたりとかっていう効果を期待できます。で、僕もですね、水やりのたんびに与えています。まあ、これですね、2リッターのペットボトルに水入れていただいて10滴。これ入れていただきまして、水やりのたんびに与えていくと、葉っぱの艶が良くなったりとか、元気が良くなったりとかっていう感じで、しっかりと、回復をさせてくれます。特にですね、観葉植物、傷んだ時っていうのは、肥料はやっちゃダメです。肥料はやらずに、活力剤を与えていくっていうのが基本的なやり方なので、ぜひ知っておいていただければと思います。肥料のですね、販売のリンクも、概要欄に貼ってありますんで、チェックしてみてください。ということでね、ここまでのお話の中で、面白かったとか、役に立ったっていうことであれば、ぜひこの高評価のグッドマーク押していただければと思います。またチャンネル登録もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで今日も長い動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。